はい。よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の終シ,シリーズ第86弾やっていきましょう。で、問題9問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますので、お待ちくださいよ。 あったおいい感じかなよしじゃあ早速やっていきましょうで今回は、えーとまあ、前回に比べると難易度的には少し優しめになってるかもしれませんが、まあ、そういった、ね、こうところでうっかりミスも出やすいのでねその辺を気を引き締めて聞いてみてください。で特にですね今回この1番2番とかこれあの実際の受験の過去問なんですけど。 なんか楽じゃないですか。いつもに比べると。で、ちょっとね、心構えとして皆さんに思っといてほしいことがあって、今、これ見た時にうわ楽勝って思った方も多,多いと思うんですね。きっと、ここまでで師匠をいっぱいやってくれた方だったら。でも、受験本番に、例えばこれがトントンって来るじゃないですか。皆さんが普段やってる格問はもっとややこしいのが出てきてるのに、急に簡単なのが来た時に、いつもと違う状況にパッて置かれると、意外とテンパったりします。 いつももっと簡単なのをやってて難しいのが急にポンって飛んできたら、まあ、基本的に人はテンパるんだけど逆もそうなのいつももっと難しいことをやってるのに急にシンプルなものを出された時にえって思うんでねえってでえって思った時に頭が真っ白にパンってなることが結構あるのでどういう問題が飛んできてもいつもと同じ気持ちのね同じ精神状態で戦えるようにこういうのを慣れておいてくださいいいかな だから、これは、私のあの、なんだろう、個人的な思いなんですけど、毎回死守やるときには、受験本番が始まるんだぐらいな気持ちでスタートできると、受験ね、実際の本番の時にどういう問題が飛んできても対応できると思いますので、まあ、次回からね、ぜひそういう心構えでやってみてください。ちょっとね、前置き長くなりましたけども。まあ、これはね3、3番二24がわかるし、マイナスが一つ、プラスとマイナスの掛け算だから、答えはマイナスだから、マイナス24。 で、いいし、分数もね、これもただの通分です。下が2と6なんで、6に合わせていきましょう。つまり、こっちの2分の1が、えっ、ー、と、3をかけて、6分の3になります。6分の3引く6分の5。下が揃えば、6分のは一緒です。3引く5だから、マイナス2ですよね。こうなる。で、ま、あ気をつけるのはここだよね。このまま答え書いたら、当然×です。なぜかっていうと、約分ができるから。 分母と分子を2で割ると、マイナス3分の1となります。こうね。で、次の問題。いつもね、これあの、一気にやりましょうって、まあ、それが好きなんで、いつもやるんですけど、まあ、今回、いつも一気にやってるから、一個ずつやってみましょうか。まず、ここから。ここからね、一つずつやっていきます。マイナス 8x3 乗割る 4x2 乗です。まず、数字からいきましょう。マイナス8割る4だから、マイナス2。 x3 乗割る x2 乗。つまり x が3つあるところから2個割る。2個取るんだよね。つまり x が1個残るから、マイナス 2x と。で、それかける残ってるマイナス x をすればいいので、マイナス同士だからプラス数字は2。x は1個と1個。つまり2個になるんで、x の2乗。2x 二2乗で OK と。いいね。で、ルートです。 え、ルート50。この子は、えー、25×2 ですね。50っていうのは。で、25っていうのは、5525。つまり、5の2乗です。いつも言いますが、2乗のアイテムを使うことによって、この子はルートの外に出てくることができる。つまり、ルート50っていうのは、5ルート2です。で、後ろプラスルート2ね。で、ルートは、ルートの中身が揃えば、足し算引き算することができますので、 えここ1が隠れてるって考えると5足す1つまり6で足し算はルートの中身が変わらないので6ルート2で終了いいねで次は六角形の内角の和ねたまーに出てくるこの公式ですで内角の和っていうのは例えば三角形こうやってあった時に内角って内側ねこここの3箇所全部足したら何度ですか三角形は180ですねこうなる じゃあ、六角形はって、まあもちろんこれ、数えてってもできるんですけど、まあ公式を覚えておいてください。N 角形を出すときは、N、N-2×180 です。まあ 180×N-2 っ,ってよくね、まあ、普通に書きますけど、ちょっとこう書きます。×N-2×180。つまり、六角形出したいから、6から2を引いた4。それを1 8 0だけとつまり、720度、これで終了です。 まあ公式使うとねで内角の和に関しては割となんか急にねひょろっと出てくることがあるのでぜひ覚えておいてください。さっき言ったみたいに三角形180で四角形は360ってどんどん180ずつ増えてくるんだよねだからまあ六角形は数えられるんだけど二十角形とかさ普通に出てくるのでその時数えるの大変じゃんか。だから公式覚えておけば二十角形は 18×180 で出せますからね。 まあそんな感じでやっていきましょう。で、え次は変化の割合ですで。変化の割合っていうのは関数で出てくる言葉ですよね。でその時にあの使い分けというか判断をちゃんとしてほしいことがあって、それがここ。これ今 y イコール ax 2乗なんですよね。ってことは、2乗だからね。これ二次関数ですよね。 変化の割合のちょっと厄介なところは、2次関数と一次関数。つまり、y イコール ax の方。ax プラス b ね。あっちで、やっと違うんですよ。変化の割合の使い方が。で、2次関数の方は、変化の割合を求めるときに必ずこの子がセットでいます。y イコール ax 2乗っていう関数の式。そして、x がほにゃららからほにゃららで絶対指定されるから。この3点セットです。 ここの数字、今 A だけどね。ここと、ここと、ここが絶対3点セットで提供されるから。で、これが提供されたら、出し方っていうのは、ここを足してかけます。いい足してかける。つまり2、2たす6すると8でしょで、A かけるから、変化の割合は 8A なの。この二次関数においてはね。で、この問題は、変化の割合がマイナス4ですって書いてある。つまり、 これがマイナス4だよって言ってるの。式はこうだよね。こう。で、これ意外と暗算するとマイナス2って間違えるやつね。これは両辺8で割ってるので、マイナスこうなるからね。8で割ると。8分の4。つまり、明、ま、日、あ、でいっか。A はマイナス2分の1と。これで終了となります。いいかな で、まぁ、あ、ちょっと余談になるんですけど、一次関数の扱い方いいもし、じゃあ y イコール、えー、5x、えー、マイナス4という式。これ一次関数ね。ここ二乗ついてないから。これ一次関数なんですけど、この子の変化の割合。じゃ変割って書くよ。変割な。これ何かっていうと、これ5です。5。一次関数は、ここの数字が変化の割合そのまんまになります。 ま、傾きって言われるもの。傾きと変化の割合は一緒なんでね。だから、1次関数に関してはすぐ分かるんです。式があれば。でも、2次関数に関しては必ずこいつがセットで与えられるので、足してかけるっていう。それで変化の割合を出すことができますんで、ここを分けて覚える。いい ?1 次関数と2次関数ね。これ気をつけてください。で、次。まあ、今回の問題で一番ミス出るとしてはここかなと思います。 えー、立方体。まあ、サイコロみたいな形ね。あれの展開図があります。これね、展開図作ってきました。で、これを組み立てた時に、面 A、こいつね。こいつと平行な、あ、平行になる面だね。を求めなさいってやつなんですが、えー、っと、これは見せていいのかな <laughs> 今、ティッシュの箱って思ったんだけど、ティッシュ今、あれなんだな、ないから、ちょっとごめん、キットカットの。<laughs> これちょっと、あれ、これは、えっと、立方体じゃなくて直方体になっちゃうんですけど、えっと、平行な面っていうのは、ここ。 ここに面があったら反対側ねこれが平行こここう置いてたらここだったらここねこれが平行の関係よいいかなでやっていくんだけどまあこれを組み立てられればいいのよ頭の中でで実際この紙をさテスト中に作ったねうちの生徒もいました <laughs> 問題用紙破って作った子いて別にこズルじゃないと思うから全然いいと思うんだけどまあ時間かかっちゃうのよね だからやっぱり書くのが一番楽です。頭の中でできればいいけど、結構難しい。慣れるまでは。で、書く。で、まず、立方体意外と書くの苦手な方いるので、簡単に言うと、立方体はさ、全部正方形じゃん。だから、手前に、まずフリーハンドリいいからね、正方形書いてください。一個線を書くの。これが一番手前の面です。そしたら、右斜め後ろに線を出すと。こうやって。で、これを全部同じとこから同じ長さで出すの、こうやって。で、ここももちろん出すよ、こうやって。 そしたらさ、同じ長さだから、こう縦で引けるじゃん。こうやって。で、あと横結べば立方体完成よ。まあ、ちょっと汚くなっちゃったけど、フリーハンドでいけるからね。で、この展開図、こいつね、展開図から、組み立てる時のポイント。まあ、これは、えっと、自分のやり方がもうある方はそっちに、あの、いいからね。俺に合わせなくていいんだけど、ポイントは、端っこからスタートするんじゃなくて、間、真ん中あたりからスタートします。 自分はこの展開図が来たら基本的にうから始めます。まあ、いとうどっちでもいいんだけど、うから始める。で、うを、あ、なんでね、端っこから始めない方がいいかっていうと、もし、A をさ、手前とかに固定して、このね、この手前が A だと思って、組み立てるとここ遠いんだよね。ここ考えて、ここ考えて、考えて、考えて、考えてってやるとかなり遠いから、だん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 ずれてきちゃうの。でも、 ここスタートにすれば、近ければ近いほど想像しやすいんで、近いじゃんか。で、その隣じゃんか。で、そこで考えやすいのよ。確かに A は遠いんだけど、こいつ残り物でいいんだから。この4つが分かれば残り物だもん、A は。だから、中心の真ん中の方から固定して始めるといい。例えば、ちょっと1個目こっちやろうか。手前をね、ここ。ここを、打って固定します。こいつです。こっから始めていくの。 いいかいこれ。あえて組み立てないからね。このままいくよ。で、そうすると、まずさ、うの上にいが乗ってるんだから、こうね、いが乗ってて、こう折ればいいから、蓋の部分がいになるのは多分想像しやすいはず。こことここだもん。い、うが手前になるんだよ。いが蓋になってるだけ。えもいけるでしょ。だってこれ、うの右側にくっついてんだから、パカって折ればさ、ここはえになるでしょ。近いとこは想像しやすいのよ。で、次ね。 あも想像しやすくて、これ、全体で考えると分かりにくいんだけど、ここ隠して。う、い、あ。このまっすぐ3枚だけで考えてみ。そしたら、まっすぐ3枚だけよ、今。い,い、ここ見ちゃダメだよ。う、い、やだけ。うから始めて、いが蓋になりました。い、いが蓋になりましたよ。もう1枚上にあるあはさ、向こうに折るしかなくないだから、縦にう、い、あって並べてるんだから、この奥があになる。 意外、奥がアになると。で、オはどうするかっていうと、今、絵をさ、ここにね、右にペタってくっつけて、その絵の下をペタってしてるから、オは、まあ、下に来る。多分ね、オがちょっとこの説明と想像しにくいと思うんだけど、今残ってんの、下か左なんだよね。絵がさ、右って分かってる子が、左にオはいかないでしょ。だってくっついてないんだから。 だから、そうやって、ま、残り物の考え方、残り物の,の考え方でいいんだけど、こうやってやっていくと、組み立てられる。で、残った、この左側ね、ここに A が来ると。で組み立てたらさ、さっきやったね、あの、キットカットの箱で、右側に、あと、平行なのは反対側だから、A が左にあるんだから、右側にある A、こいつが平行な面になりますよね、って。 考えることができる。で、なんで2個書いたかっていうと、もう1パターンやりたくて、いを、い、これい。手前をいからスタートします。ここね。ここが、ちょっと待って、あなた、下がって。いだと思って始めてください。そうすると、あ、一回ね、もし、今時間ある方、一回止めてみ、ここ動画。手前がいだと思って、自分でフリーハンドで、この立方体のね、書い、見取り図書いてもらって、やってみ、どこに何が来るか。多分できるよ、今。いい、これやってみ。ぜひね。 じゃあ、俺説明続けちゃうけど、いが手前にあるから、あが蓋だよね。つまり、蓋の部分があになる。で、うが下に来るよね。だって、縦に並んでんだから。だから、そこの部分、下の部分がうになりますと。あ、い、うが終わりました。で、まあこれどっちかなえ、えがわかりやすいかないからいくと。うが、ここの下にくっついたから、こう折った後に、えを折ってくるので、まあこれちょっと難しいかな。想像しにくいかも。 ここに絵が来ます。で、青、蓋を折った後、折った後に、手で行くよ。まあ、あえてやった方がいいか。ここはもういいわね、ここまで使ったらね。行くわ、ごめんよ。こう、いいがなってるじゃんか。で、蓋のために、青をこう、蓋にしました。こういう状態ね。蓋にした。こっから、蓋にして、蓋にした後に絵を左側に折るから、こういう感じで、ほら、いいかい 蓋にした後に A を折ってるから「イの左側に来る「ウもさっき同じで下にね底の部分に「う」を持ってきましたとはいはいぐちゃぐちゃうこうなってそこに持ってきましたで「A が右側にくっついてるからこう折るとイイ「イの右側「い」の右側に「A が来ますよってこんな感じ。 多分ね、でも、うのが楽だと思うよね。このさ、展開図の形ってすごいよく出てくるから、俺絶対この左下から始めるって決めちゃってるんだけど。まあそういう風にやると、さっきやったようにここ。同じだよね。左側に A が来るから反対側 A ですよっていう。いいかな。ちょっと外しちゃうわ答えかけないから。色の順番的には A か。だから、えっ、ー、と、記号で答えなさいなんで、答えは A と。平行な面はね。 こんなな感じになりますいいかなじゃあ8番です。で問題はねこれまた書き間違ったんじゃなくて問題はマイナス3とマイナス2ルートとの小関係比べてるんですけどマイナス同士比べるときはまずプラスで比べちゃいましょうのが楽です。なぜかまあ先にいける方はいいんだけどミスが減る。でまずこの3と2ルート2の比べるときなんですけど片方ルートくっついてるじゃないですか。じゃあどううするかっって言ったらこれもうぜーん 全部、ルートの中に入れてください。全部ルートに変えちゃうんです。だから、3をルートに変える。ルートの中に入るときには2乗をつければいいよね。つまり、9になります。サザンが9ね。で、2ルート2。これも、この2を中に入れたいんです。中に入ったときには2乗がくっつきます。で、もともと2がいるから、もう一人2がいる。つまり、22が4だから 4×2 なんで、この子はルート8です。 直すとね、いつもはさ、これからルートの、あ、中から外に出してくるんだけど、中に入れることもできますからね。で、こうなったらさ、ルート同士、中身9と8、はい、どっちが大きいって、こっちが大きいって分かりますよね。じゃあ、プラスだったらこうなんですよ。はい、じゃあ、両方マイナスがついたら反対になりますので、だから、えー、っと、マイナスがくっつけば、こうなりますと。 でも答え書くときこれじゃダメだよ。もともとマイナス3とマイナス2ルート2で比べてるから、マイナス3、小なりマイナス2ルート2と。こうやってやってください。もちろん最初からマイナスつけて比べても全然構わないですよ。マイナス9とマイナス8どっちが大きいってマイナス8の方が大きいの分かるからね。いいんだけど、まあプラスからやっても別に後でひっくり返せばいいだけだから、うん、まあ楽かなっていうところです。 ま、この、えっと、今回二つを比べてますけど、これが三つになるパターンもあって、普通の整数と、なんかどっかにルートが入ってるっていう。で、ルートを消すことはできないんですよ。できない。だから、全部ルートの中に入れて、ルートの中の世界で比べてあげればいい。こうやって。外にいたりするとわけわかんないからね。ら全部ルートの中に入れちゃえば、大小関係は絶対比べられるので、こうやってやってみてください。では、ラストです。 え、中学校の生徒が126人います。126人ね。で、徒歩の子と自転車の子がいると。その比率が5対2です。で、求めたいのは自転車通学をしている生徒。つまり、ここです。で、数学っていうのは、ま、求めたいものをね、文字で置くっていうセオリーがあるんで、ここは X って置きましょう。で、この後です。この後、やらない方がいいのは、結構やりがちだけど、やらない方がいいのが、ここもわかんないじゃん。 徒,の徒,徒歩でね、投稿してる子。だからここ Y って置いちゃおうって。ちなみに、これ解けます。解ける。結論としては。だけど、基本的に数学っていうのは、文字はできる限り少なくします。少なくできるんだったら。できないといかしゃーないよ。いいんだけどね。で、今回できるんですよ、別に。だから、あえてこっち行かない方がいいって。なんでかっていうと、文字を2個置きました。XY。文字を2個置いたら、式が2個必要になります。 文字を3個置いたら式が3個必要になるんです。だから、そうやってやると、文字が増やせば増やすほど式がいっぱい必要になってしまうので、ここはこうしたくない。じゃあ、どうするかっていうと、全部で126人なんでしょだから、126人から自転車通学の子を引けばいいじゃないですか。そうす徒歩の子残るでしょだから、こうやって置いてあげればいい。今使った X でね。で、あとはもう比例式が完成しました、今。120、か、かっこつけようか。 126-x 対 x イコール5対2なんです。で、比例式っていうのは中か外外、もしくは外外中中が覚え方。中と中、掛け算します。5x。イコール外と外です。だからちゃんと書くと2括弧 126-x か。こうなる。で、これは分配すると、えっ、ー、と、252-2x になるね。 で、マイナス 2x 右、あ、ごめん、左辺に持ってくると、プラスに変わって 5x とくっつけられるから、7x イコール、えー、252と。で、x イコール、えっ、ー、と、っ321で、42だから76か。それで36となったので、x は36。で、まあ x がね、今求めたかった自転車通学の子なので、答えとしては36人と。 これで終了となります。いいかなまあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、え今回はねえ、高校受験対策の死守シ,シ,シ,シリーズ第86弾やらせていただきました。まあ、途中でも話しましたけど、まぁほんとね、えっと、緊張感を持ってやることが大事です。まあ、この えっと、今投稿してるのは12月ですけど、見てるのはね、きっと来年とか再来年見てる方もいると思うんでバラバラだと思うんですが、普段の問題集もそうですし、みんなのワークとかね、もそうですし、こういった動画の勉強もそうですけど、勉強するときにどれだけ緊張感を持ってやるか、例えば時間のプレッシャーを与えてやるかっていう、より実践の気持ちを持って勉強するっていうのが本番に生きてきます。 なのでね、普段もしね、そういった意識があまりなかった方は、これを機に、ちょっとそっちのね、スイッチというか、そういった考え方もぜひ持って、勉強ね、頑張ってもらったら、もらえたら嬉しいです。では、また次回、ね、動画撮っていきますので、ぜひね、そちらもよろしくお願いします。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。